じゃあ大体よろしいでしょうか。いきますね。いっちゃいますよ。はい、はい、第6点、まあこれはよろしいですね。要はざっくり言えば、池上兄弟がこの法難に、まあ法難ですね、親がとうとうお前ら感動するぞとっていうその大圧力が出た時の大聖人様がその激励の御門ですね。ので、特にその財産をやるからお前退転しろって言われたんだよね。グラッとなりかかってたんですよ。お兄さんががっちりしてて、弟にお兄さんはだから自分の、財産を取られよ、相続権、非常にこのふらついていたと。で奥さん方も結構ふらついていたわけですよ。それで大聖人様がこれは非常におぼつかないっていう気持ちで、かなりの強いお気持ちのこの御所なんですね。お父さんの安光は立宗の極楽寺領館の熱心な経営者であったと。でまあそういうことで大聖人様が常々立宗を国賊と呵責し、領館をエセ聖者だと、ああ偽物だとあいつはっていうふうに、まあ、はっきり言ってたわけですからね。これはやっぱり時の権力に完全にそのおもねっていた領館にしてみれば、こんな頭くるやついないわけですよ。でも法論っていう話になると、とてもこれいろんな噂聞くと、とても僧侶にはかないこないということで、その煮え湯を飲まされてたわけですね。悔しい。だから陰に画策して大聖人様を裏からもう亡き者にしちゃえと、堂々と工場対決しないでね、そういう状況だったわけですよ。でそのなんとそのまあ合信者であった、安光の子供たちが大聖人様に帰依しちゃうわけですね。池上宗兄が宗中、そして、弟様はまあこれも宗長か、まあまあこれもなんでこんな基本的なことを忘れてるんだろうかと。でまあその建治2年の初め、悪僧領官の策謀により、父安光が兄宗中を感動したと。だからお兄さんはガチッとしてたんですよ。感動され、あいいです、感動してくださいというくらいな勢いだった。それでさらに弟に対しては家督を譲る。お兄さん長男あの時はもう長男しか全部譲るわけですからね。だから長男に家督譲らないってことになれば、弟にお前にやるから、だからお前は念仏の信仰しろと、領官極楽寺領官の信仰しろと、こういうふうにまあこのささやくというか、まあ一生懸命ネゴシエーションするわけですよ。そうすると弟はそれもいいかなってこう何かかりつつ、ああそういう心もこうポッと、それも悪くないなって。まあだってまあ分かるよね、小さい時からもう長男が全部で、次男はだってカスだからね、当時は次男以下は。だからきっとこう悔しいなとかっていう思いもいろいろあったと思うんですよ。そこへこうお前に全部するなんて言われたらね、それもほら規模が違うから、俺たちの財産と当時の財産はね。だからそれはやっぱりちょっとほろっとくる、ほろって泣くってことですよね。揺らめたと思うんですね。ほんで、弟に対しては家督を譲ることを条件に新人退転を迫るという事件が起きたと。この知らせを受けた大聖人様が、同年建治2年4月16日直ちに本省兄弟省をしたためられ、この度の感動は聖法修行による間の処理であり、兄弟の信心が誠の信心になってきたがゆえに、三省島が競い起こり、父母主君等の身に入って信心を邪魔しようと図るのであるから、今こそ間をまと見破ってさらに強情な信仰に励むよう激励されましたと。まあそういう、まあ、背景がありますと。ですからお兄さんは堂々たるもんだったわけですよ。感動も辞さず、感動されることも辞さず、大聖人様の修行を一切やめる気はなしと。ところが弟さんがちょっとこのうんってこうね、それに対するやっぱりこのお心を持って、でしかも結局は兄弟力合わせて戦っていかなければダメなんだよということを、まあ、王政ので、まあこれはね、なぜ今兄弟将と思ったかっていうと、この
結局我々が在所消滅、三所島っていうのは結局在所消滅ですから、三所島が起こるってことはそれがそのまま在所消滅なんですよ。そのやっぱり創価から戻ってきた我々は何らかの形で信仰をこう打って出れば必ず在所消滅として三所島とかいろんなことが起きるわけですね。でその時にあたってやっぱりそのいよいよこの歯を食いしばって頑張っていきましょうっていう意味で、まあ、ちょっと兄弟書を拝読していこうと思ったわけですね。で今日が3回目になりますかね。そこで続きがここになるんです。